Hello everyone, this is Kalin's channel. ご覧の通り、私の揺れるね。私の部屋で撮影してないんですけど、この方がもうちょっと光がいいかなと思って移動してみました。先月英語の使い分け方っていう動画出したんですけど、第2弾のリクエストいただいたので、今回は第2弾の動画になります。では早速1つ目から Would と Could。 Could は能力的にまたは物理的に実行可能であるかどうかというシチュエーションの時に使います。例えば Could you go buy groceries for me? 一人で買い出しに行くことは物理的にできるのか。一般的な回答は Yes、 物理的にできる。でも小さい子供だったらできないので、そこは No っていう意味になります。また Could you perform tonight? 今夜パフォーマンスできるっていうのは、パフォーマンスをやること自体は可能なので、 I could but I won't と答えると、できるけどやらないよっていう意味になります。それに対して Would は快くやってくれるかどうかという意味になります。例えば Would you go buy groceries for me? Could と違って、今回はその人の代わりに買い出しに行くことを快くやってあげることができるのかという質問になります。また Would you perform tonight? 今夜パフォーマンスできるとしたらやってくれるっていう、もう少しお願いして自分がいい人かどうかが分かる感じです。 Could は能力的にできるか、 Would は自分がそれをやってあげることができるのか、優しさで OK っていうことができるのかという差が生まれます。さっきまで言ったことは全部質問の形でしたが、質問ではない場合 I could do my homework on the bus と I would do my homework on the bus にまた違いは生まれてきます。 Could だとバスの中で宿題をすることはできる可能性を述べてます。それに対して Would だと自分はバスの中で宿題していたという状況を述べてます。 I would do my homework on the bus every Friday とか、毎週金曜日バスの中で宿題をやっていたっていう、自分の過去を話す時に使います。次は Could you と Can you の違いです。また Could が出てきました。実は Can you と Could you は全く一緒の意味で、何かが違うのかっていうと、 Could you の方が丁寧ということです。お店で注文するとき Can I have this?これいただけるかしらって言うけど、目上の人に Could you teach me how to use this? これの使い方教えていただけないかしら、お願いするときは Could you を使います。最後は May と Might の違いです。 May は可能なとき、または事実的なときに使います。例えば This article may be false、 この記事は間違っているかもしれない。許可をあげるとき Class is over, you may go、 授業終わったのでもう言っていいですよ。最後に願い事や望みを言うときに May you live a long life、 人生長生きできますようにっていうふうに May を使います。 Might は可能的なシチュエーションであるときに使います。もう少しハイポサリコ、可能性がミラクルっていうぐらいのときに使います。例えば If I win the lottery, I might get a new sports car、 宝くじが当たったら新しいスポーツカーを買うかもしれない。また、might は may の過去形でもあります。He might have called earlier, but I was not home. さっき彼が電話したかもしれないけど、私は家にいなかった。というように、過去形でも使いますが、正直、may で過去形使っても、会話上成立するので、あんまりそこは考えなくていいかなと思います。とりあえず、復習としては、may は事実上可能性があるもの。It may rain tomorrow. 明日雨降るかもしれない。でも前とは本当に仮説上、過言的なシチュエーションの時に使います。以上で英語の文法の違いをまたやってみたんですけど、伝われば嬉しいです。説明って本当に難しいので、いや最後までご視聴ありがとうございます。前回アップロードしたものを見てない方はぜひ見てみてください。チャンネル登録や高評価もお願いします。 LINE、Twitter、Instagram などもやってるので、ぜひそちらもチェックしてみてください。ではまた、バイバイ。